ブチヒゲカメムシはカメムシメカメムシ科の昆虫。カメムシの一種。幼虫の食草は豆か、菊か、大根、ごま、人参、ごぼう、イネなど。北海道中央部では5月から6月と10月に年2回見られるが、東部では一部が年2回、一部は年1回発生する。東北地方では年2回、西日本では年3回である。 秋、冬の休眠は基本的に日照時間に左右されるが気温も影響している。北海道東部のところ町と西日本の大阪市では反応する日照時間に2時間以上の差がある。夏には赤氷炭張り梅に寄生される。この宿り梅はカメムシ成虫の体内で発育した後、品種の騎士を出てサナギになる。1983年に 森岡市の野外で採集された個体は6.7月に15%、8月に30%とかなりの効率で規制されていたが、9月には規制されたものがなかった。これだけの率で成虫の死因になっているということである。ヨーロッパから日本までの旧北区に分布する。日本では北海道、本州、四国、九州、朝鮮半島、中国も含む。 カメムシ類が未熟な米、豆、野菜の種から吸収すると変色した成長不良な実が生じる。ブチヒゲカメムシでは大豆、稲、ゴマ、トマト、ニンジン、ネギ、ゴボウの被害が知られている。ブチヒゲカメムシは大豆の豆を吸収する際にエリモシーシアムコリーリーという菌に感染させ大豆死実を反病を引き起こす。2006年に 京都府亀岡市で採集された成虫16匹のうち7匹が問題の菌を持っていたが、80%を超える細ヘリカメムチと比べれば率は低かった。網で区切った大津畑に成虫を放す実験では、加害粒数では細ヘリカメムチと変わらなかったが、被害の程度は細ヘリカメムチより小さかった。また、稲の米を吸収して反転米を作る。 米の場合、被害程度が軽くても反点米混じりの米では商品価値が下がる。ありがとうございます。